1月7日の夜、千代田区の内沢町ホールで、ゆずるという朗読劇がありまして、で、ソードという村男の役をやらせていただきます。悪役なんですけれども、で、それをもとに、まだ初心者なんですけど、一応踊りを習っているので、その踊りの先生につけてもらった振りをこれから披露したいと思います。なので、清本の三社祭りの中の悪玉っていう曲だそうですが、その設定とか役からはそういう人間の心の中の、悪魔みたいな、ちょっと金儲けに目がくらんだ人をやります。どうだどうだどうだ